手の澤田理恵です。娘の遥香です。じゃあ今中学3年生の遥香ちゃんに、盲学校に行ったからこそこれ学べたぞとかっていうことって何かありますか？物の触り方ですね。例えば、私たちは視覚障害者は目で見て物を観察するっていうことができないので、まあ、例えば理科の時間とかに葉っぱ一つ見るにしても、その視覚以外の五感をフル活用してどういう特徴があるのかっていうのとかを、その理科の授業を通して盲学校だからこそ学ぶことができたことかなっていうふうに思っています。そういう人にちゃんと葉っぱだったら葉っぱを触って、しかもなんだろうね、触り方の練習するよね。そうですね。なんかどうやったらちゃんと全体を理解できるかっていうの、とか社会も地図の触り方とかやった。そうですね。なんか例えば世界地図を見るときに、なんとなく全体を触ったんだったら、いまいちよくどこの国とどこの国がどれくらいの距離とか大きさとか分かりにくいから、日本拠点にするって決めるんだったらそこに片手を置いといて、中国は日本からこれぐらい離れてるねとか、あ、ロシアってこんなに日本と比べて大きいねみたいな、そういう風に触れってのを私たちは教えられたりします。他に休憩時間とかって何してるかね。展示の本を読んだりとか、展示で描かれた絵を見たりとか私はしてます。習った触り方とかそういうのを普段生活してて、こういう時に役に立つっていう何かありますか？やっぱり周囲の人が何か見てて、いいねとか綺麗だねとか言ってる時に、本当に触れるものだったらできるだけ触ったりとかして、こういうところに普通の人は感心してるんだなとか、観光地のなんか城壁とかそういう系のとか博物館とか、どっか行ったことある？なんか社会見学とか。社会見学は1回目が中華街で、2回目が千葉にある